こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では11月13日に発売することが決定となったユニクロと著名デザイナーのコラボレーションラインであるプラス J ですね、こちらの全商品がウェブで公開になったので、そちらを見ながら僕がですね、個人的に気になっているものを皆さんと一緒にですね、シェアをしてみたいなというふうに思っています。このプラス J というシリーズはファッションが好きな人であればですね、一度は耳にしたことがあるものなのかなと思っています。ユニクロって今でこそユニクロ U だとか JW アンダーソンだとか、あと昨年だったらエンジニアドガーメンツだとか、さまざまな著名なブランドだとかデザイナーとコラボレーションしているわけですが、その先駆けとなったのがプラス J というシリーズなんですね。ジル・サンダーというデザイナーの方がいるんですが、その方とタッグを組んでユニクロで商品を発表するというのは当時ですね、2009年頃だったと思うんですが、かなり斬新な試みだったのかなと思っています。その頃というのはまだ今のようにですね、ユニクロイコールセンスのいい人が着るというようなイメージはなくてですね、どこかですね、ユニクロの中にやぼったさだとかダサさみたいなことをですね、感じる人もいたわけですね。僕もですね、やっぱりそのイメージがどこかにあって、ユニクロのフリースだとか機能的なアイテムの方がどうしてもイメージが強かったんですが、そこにですね、ジル・サンダーというデザイナーとのコラボレーションラインが生まれて、一気にですね、ユニクロのイメージというものが変わり始めたのかなというふうに思っています。それからだいぶ時間が経ったんですが、最近ではですね、ユニクロ U ですとか JW アンダーソンですとか、さまざまなコラボレーションラインがユニクロの中に定着した流れの中で、またですね、このプラス J というところが復活するというのはかなりですね、僕たちファッション好きにとっては朗報なのかなというふうに思っています。今動画を撮影しているのは10月29日なんですけども、ちょうど前日の28日にサイトの中でですね、プラス J の商品が全部見えるようになったんですね。これを見てみるとですね、参りましたね。もうですね、これ欲しいなというものがたくさんありすぎて、どれを買おうかなとですね、僕の中でもいろいろと考えてみたんですが、今日はですね、結構たくさんの商品量があるんですが、その中で僕自身が欲しいなと思うものですとか、これだったら僕たち大人世代でも着こなせるんじゃないのかなというものをいくつかピックアップしたので、皆さんにシェアをしてみたいなというふうに思っています。まずジャケットコートというジャンルの中で僕が気になったのはですね、1つ目、ダブルフェイスオーバーサイズワークジャケットというアイテムですね。こちらに画像を載せておきたいなと思うんですが、もともとワークジャケットというものをベースとしているので、デザイン的にはですね、大きめのポケットなんかがついていてカジュアルな雰囲気があるんですが、素材がウールライクなものを使っているので、すごく上品な見た目に仕上がっているかなと思っています。決して木をてらうことがなく、ベーシックなデザインなんですが、素材の雰囲気、色の風合いなんかもすごくいいですね。色が3色展開になってまして、定番的なブラックと、あとはブルーという色、これはほとんどネイビーに近いかなと思うんですが、両方いいですね。そして結構僕が気になっているのはダークグレーという色なんですね。これはですね、今期のプラス J にしても JW アンダーソンにしてもですね、結構濃いめのグレーというのはですね、打ち出されることが多かったんですが、プラス J に関してもこの色合いがですね、やっぱりちょっと多いのかなというふうに思っています。深めのグレーではあるんですが、見方によってはちょっとオリーブだとかカーキに近いような色合いで、ミリタリーっぽさもですね、どこか感じられるんですね。この雰囲気がですね、めちゃくちゃいいなと思って、僕はですね、このアウターはぜひ買ってみたいなというふうに思っています。サイズ感に関してもちょっとトレンドのゆったりさというところを表現しているということで、これはですね、一着あってもいいんじゃないのかなというふうに感じています。まず最初に気になったのはこのアイテムですね。他にもですね、定番のジャケット系もですね、たくさんラインナップされているんですが、これはどうなんですかね。以前であればジャケットというのをカジュアルで着ることも多かったんですが、最近はですね、ジャケットとセットアップでパンツを着るというのは仕事においてもそんなに多くはないので、これを実際に買うかどうかちょっと絶妙なのかなというふうに思っているんですが、このジャケット系はですね、実際に試着をしながらジャッジをしてみたいなというふうに思っています。あとはチェスターコートもラインナップされていまして、これもですね、素材の質感もいいですし、デザインも超オーソドックス、定番的で間違いのない選択なのかなと思っています。ただチェスターコートに関してはユニクロの通常ラインのものもすごく仕上がりがいいですし、そちらの方が金額も15,000円前後で結構お手頃だったりするので、それで十分なのかなという感じもするんですね。
しかも今季はですね、僕コートユニクロでたくさん買っているので、ちょっとですねこれ買うの絶妙だなと思うんですが、これも着た瞬間よかったらぜひ買ってみたいなというふうに思っています。まだチェスターコートは持ってないよという方であれば、これはですね大いに検討する価値があるのかなというふうに思っています。そして結構ダウンのバリエーションも多くて、これまたすごく魅力的だなと思ってるんですが、その中で僕が一番注目しているのはハイブリッドダウンオーバーサイズパーカというものなんですね。これはですねダウンの中でも通常のこうモコモコした雰囲気ではなくて、結構ですねナイロンジャケットのように表面にこう段差がなくてシャープな雰囲気になりやすいアウターなのかなというふうに思っています。まあ、今回のプラス J のですねイメージ画像としてもこのアウターをですね使っているんですが、めちゃくちゃかっこいいんですよね。これはですね従来のダウンというよりは気軽に羽織れるような厚手のアウターとして使い勝手がいいのかなというふうに思ってまして、ぜひ買ってみたいなというふうに思っています。金額もですね15,900円とかなり買いやすい価格帯になっているので、まあ、これはですねめちゃくちゃ注目かなというふうに思っています。で、色の展開もまたいいんですね。ブラックが定番的でいいんですが、先ほどもご紹介した通りダークグレーのですね都会的な雰囲気もいいですし、その中でも一押しはやっぱりダークグリーンなのかなというふうに思っています。まあ、商品をクリックした時にも一番最初に出てくるのがこのダークグリーンなので、やっぱりプラス J としても推してる部分があるのかなと思うんですね。まあ、アウターというのは結構面積が大きいのでブラック系で引き締めるのもいいんですが、少し色合いを変えてあげると重たすぎなくていいかなと思うんですね。その点ダークグレーだとかダークグリーンなんかが結構使いやすいかなと思ってるんですが、このですね深めのグリーンというのも結構クリーンな印象があってセンスがよく見えやすい色なので、僕はこの色に注目しています。ただ実物を見てみないとここはですね当たり外れがあるかなと思うので、鉄板はブラックだとかグレーなんですけども、要注目というところでダークグリーンというところを僕は頭の中に入れておきたいなというふうに思っています。そして他にもですねダウンはたくさん種類があるんですが、まあ、定番的なライトダウンボリュームパーカというのもいいかなと思うんですけども、ただこれは従来的なダウンでそこまでデザインに変化球があるかなという感じではないんですね。それだったら僕が着てみたいなと思うのはハイブリッドダウンオーバーサイズジャケットというものですね。これはですねちょっと通常のダウンと比べてもデザイン的な特徴があるんですね。大きな切り替えが入っているところがデザイン的な特徴になるんですが、これはですねネイビーとブラックの2色になっているんですけども、ネイビーに関しては本体の大部分がネイビーで切り替えが入っている部分がブラックになっているんですね。これもいいかなと思うんですが、結構ですねデザインとか色にも特徴があるので、これを着てるとですね街で同じものを着てる人に遭遇しそうな気がするんですね。それがちょっと気まずかったり恥ずかしいかなと思うので、もうちょっと個性は和らげた方がいいのかなと思っていまして、その点ブラックに関してはオールブラックでこの切り替えの感じもですねすごく自然に馴染むので、こっちの方が僕は使いやすいのかなというふうに思っています。ただサイズ感としてはオーバーサイズということで結構着膨れするのがですね心配かなというふうに思っています。従来のダウンらしいですねボコっとした風合いというのは変わらないで、オーバーサイズというところがちょっと気になるところではあるんですが、ダウンは何着も必要はないので、先ほどご案内したハイブリッドダウンオーバーサイズパーカとどっちかを僕は購入しようかなと思っています。皆さんもですねこの2つは非常にいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただくと良いかなというふうに思っています。はい、続いてですねセーターカーディガンジャンルなんですが、これはですねもう全部いいですね、全部欲しいと思うんですけども、その中からピックアップするとですね、まずは外せないのはカシミヤブレンドクルーネックセーターですね。これはですね金額がちょっと高いんですね。もちろんカシミヤがブレンドされてということでこの価格帯になるのは仕方がないんですけども、ただですねその値段というところを度外視しても素晴らしい仕上がりなのかなというふうに思っています。まあ、このような丸首のセーターというのはメンズファッションにおける定番的なアイテムになっていまして、まあ正直ですね使い勝手がめちゃくちゃいいんですね。まあ、秋であれば1枚で着ても様になりますし、冬に関してはこの上にコートだとかダウンを着てしまえば着こなしが完成するので、何枚あってもですね使い勝手が良いのかなと思っていますので、ぜひ注目していただきたいなと思うんですが、まあ、基本的に色の展開がすごく魅力的なんですね。まあ、僕がその中で気になるのはブラックもいいんですけども、ちょっとですねブラックだとシンプルになりすぎるので、少し明るみのあるネイビーだとか
あとはグレーですね。やっぱりこのグレーの都会的なシャープさっていうのは見逃せないところなのかなというふうに思っています。12,900円というと大体ですね、セレクトショップのオリジナルのニットと同じぐらいの価格帯なんですね。まあ、そういったものを買うのも全然いいかなと思うんですが、今季はですねプラス J というジルサンダーのデザインというところと、あとは素材感の上質さというところを合わせて、僕はこっちの方をチョイスしたいなというふうに個人的には思っています。まあ、これも試着をしてみないとわからないところではあるんですが、すごくですねベーシックで使いやすいニットなのかなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。そして2つ目注目しているニットがメリノブレンドクルーネックセーターというもので、ボーダー柄のものですね。まあ、定番的なボーダー柄っていうとですね、大部分がホワイトとネイビーだとかブルーの組み合わせが多いかなと思うんですね。そういうものはカジュアルですごく使い勝手が良くて僕自身も好きなんですが、プラス J がこういったものを表現すると深めの色で構成するんですね。これがかなり新鮮でしたね。中でもグレーのものなんかはめちゃくちゃかっこいいかなと思ってまして、今季らしい深めのグレーに対してブラックのラインが入っているんですね。これがやりすぎ感がなくてめちゃくちゃかっこいい仕上がりになってるかなと思っています。そして本体部分のボーダーと腕の部分のボーダーのピッチがですね微妙に変わっているのもですね、非常に変化球としてはかっこいい仕上がりかなと思っています。ちょっと変わってるんだけど全然やりすぎていない、ここがプラス J の魅力なのかなと思うんですが、このボーダーニットは僕はですね着こなしのアクセントとしてやりすぎないバランスでめちゃくちゃいいかなと思うので、ぜひ買ってみたいなというふうに思っています。もう一つですね気になるのがタートルネックセーターですね。これも良さそうな感じがするんですね。ただ僕はですねこういったタートルネックが個人的にはあんまり好きじゃないんですね。というのも首があるとですねちょっと痒くなったりだとか、なんかストレスを感じるんですよね。ですので毎回タートルネックって買ってもあんまり着ないまま手放してしまうことが多いんですが、そういった大前提を度外視してもなんかこれは着てみたいなと思うような、すごくですね雰囲気のいい仕上がりになってるかなと思っています。まあ、デザインはめちゃくちゃシンプルなんですが、タートルネックの襟があまり高すぎないんですよね。まあ、通常タートルネックってこう折り返して着ることが多いんですが、これって多分ですねそこまで首の長さがないので折り返さないで着るところが結構かっこいいかなと思っています。折り返して着るとですねどうしてもなんか従来のタートルネックのやぼったさみたいなものを僕は感じてしまうので、あんまり個人的には好きではないんですね。このようにそこまで首の長さがなくて折り返さないで着れるという形だと結構個人的にも好きな雰囲気なのかなというふうに思っています。色の展開もいいですね。まあ、ネイビーもいいし、あとやっぱりグレーですね。なんかグレーに今季はめちゃくちゃ惹かれますね。これもすごくいいかなと思うので、ちょっとですね久々にトライをしたいタートルネックセーターが出てきたかなというふうに思っています。金額もメリノブレンドということで4000円ぐらいなので、そこまで高すぎないのでちょっとトライをしてみる価値はあるのかなというふうに思っています。続いてシャツなんですけども、プラス J というとやっぱりシャツの印象もすごく強いんですね。上品で1枚で着てるだけで様になるシャツというものがすごく得意な印象があって、めちゃくちゃたくさんのシャツがですねラインナップされているんですね。まあ、どれも魅力的で僕もですねこの中から何を着ようか迷うんですが、ただですねシャツって結構日常とかプライベートで着ることってそこまで僕は多くないんですね。どうしてもビジネスのイメージが強いし、ボタンがあるのでちょっと気軽に着ようっていう感覚にならないんですね。それよりも秋冬に着るものだとニットだとかパーカーだとか、こういうものの方が1枚でサクッと着れば着こなしが完成するので優先順位が高くなるんですね。ですのでシャツって買ったはいいけど意外と着なかったということが多かったりするので、ちょっと慎重に選びたいなと思うんですね。ただそういった使い勝手というところを度外して選ぶとですね、僕はスーピモコットンオーバーサイズシャツというのがめちゃくちゃかっこいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、ストライプで構成されてるんですが、部分的にピッチが変わっていて、これまた凝ったデザインになってるんですけども、決してやりすぎ感がなくてめちゃくちゃこれはセンスがいいなというふうに思っています。まあ、これはもう日常的に着るというよりは仕事でワンポイントとして着るのであれば僕はいいかなと思っています。あんまり万人向けのアイテムではないんですが、クリエイター系の方だとかクリエイティブ系の仕事をしていて自分の着こなしにエッジを立たせたい方にはですねおすすめできるシャツなのかなというふうに思っています。あとはですね襟がちょっと特徴的なバンドカラー的なシャツも多くてですね、そこら辺もなんかいいなというふうに思ってるんですね。
これもプライベートの服というよりはどちらかというと仕事で僕は着たいかなと思うんですが、このホワイトのですねバンドカラーシャツなんかもめちゃくちゃいいかなと思っています。胸ポケットも大きめで、あとは切り替えが入ってるんですね。デザインはシンプルなんですけども少しエッジが立っていて、この感じもめちゃくちゃかっこいいなというふうに思っています。まあプラス J というところで少しデザイン的にはエッジが立っているんですけども、決してですね人と被ってるなとか木を照らってるなという感じが強くないので、これはですねあえてジャケットと合わせながら仕事で着るのがいいのかなというふうに僕はちょっと今感じてるんですね。まあ、シャツに関しては実際に店舗で試着をしながらどのように使うのかをちょっとですね、検討してみたいなと思うんですが、万人受けはしないと思います。正直そんなに日常で休日に着るようなシャツとしては使い勝手がめちゃくちゃいいかなという感じではないんですが、お仕事着としては僕はいいんじゃないのかなというふうに感じています。はい、そして T シャツ関係に関しては超オーソドックスなスーピマコットンクルーネック T シャツはこれは外せないのかなというふうに思っています。まあ、スーピマコットンということで肌触りもいいですし、すごく上質な雰囲気も出やすいかなと思いますし、この素材感を生かしながらプラス J のデザインに落とし込んでいるというところはすごく注目なのかなと思います。普通の日常着として2000円でこのような上質な T シャツが手に入るというのはもう間違いがないかなと思っていまして、僕はその中でも白 T だとかあとはネイビーの方をですねちょっと買い揃えてみたいなというふうに思っています。まあ、先日発売されたユニクロ U のですね T シャツもすごく良かったんですよね。ですのでそちらと合わせながらユニフォーム的に使ってみたい T シャツなのかなというふうに思っています。はい、そしてボトムスなんですが、これも定番的ですね。基本的にはジャケットとセットアップで着れるようなものが多くラインナップされているので、まあ、どれもいい感じかなと思うんですが、僕は基本的にボトムスであまり遊びを出したいと思う方ではなくて定番的なものを着るのが好きなんですね。ですので細身のブラックジーンズですとかスマートアンクルパンツがあれば結構こと足りてしまうかなと思うんですね。ですので今回買うかどうかはですね結構絶妙なところではあるので、まあ、この中で気になるのはウールブレンドイージーパンツ、そしてセットアップで着るのであればここら辺のパンツもいいかなと思うんですけども、そこまで大きく注目しているジャンルではないのかなというふうに思っています。そしてラスト、グッズというジャンルなんですが、この中でナンバーワンに気になっているのはウールストールですね。これはなかなか良さそうだなと思っています。展開としては4色になってるんですが、まあ、あらかじめ選択してあるのが69のネイビーというものなんですが、これ間違いなくおすすめですね。色に関してはおそらくですね深めのネイビーとブラウンとあとはロイヤルブルーみたいなこの3色がブレンドされているものになってるんですが、これはですね僕大好きな感じかなと思っています。まあ、マフラーっていうと結構シンプルなものが使いやすいんですが、ただ単色のブラックだとかネイビーだとどうしてもですね退屈すぎてしまうんですね。その点表と裏で色が変わるようなバイカラーの配色のものが僕は個人的に大好きで、結構今まで本の中でもおすすめしてきたんですが、こちらに関しては3色の色を使われていて巻き方によってどこが見えるのかが変わってすごくですねバランスがいいのかなと思っています。しかもこの配色であればどこが見えてもですねメンズファッションにおける定番的な配色になっているので、すごくバランスがいいんじゃないかなというふうに思っています。特にですねシンプルなチェスターコートを着るときには襟周りが開くんですよね。そこに対して寒いのでストールだとかマフラーを使うのは鉄板なんですけども、その中でも少し色でですねアクセント要素を使ってあげると非常にバランスがいいかなと思うので、このウールストールは間違いなくおすすめかなと思っています。で価格が結構注目で5000円前後で結構ユニクロの中では安くないんですよね。これが僕の中では安心感があって、あまりにストールだとかマフラー安すぎるとですねどうしても素材の質感だとか色合いに満足ができないことがあったりするんですが、これぐらいの価格帯であれば結構上品な仕上がりになってくるのかなと思うので、すごく期待しているアイテムなのかなというふうに思っています。一方でベルトなんかもすごく良くて、中でもですねレザーバックルベルトというのをすごくいいなというふうに思うんですが、これはですね価格帯が3000円なんですね。ここは逆に僕は心配なんですね。ベルトって高いものだと本当に数万円するものがあるんですね。僕が大好きで愛用している J&M というブランドがあるんですが、そこのベルトは4万円近くするんですね。ですので3000円というのはですねちょっと僕は心配なんですね。レザーの雰囲気はちょっと安っぽく見えないかなとか、バックの雰囲気とかもどうなのかなと思ってしまうので、デザインはすごくいいんですけども、この安さというところが逆に心配だなと思っています。一方で先ほどご紹介したウールのストールに関しては値段がある程度するということが僕の中では安心感につながっていて、ここに関しては実物を見ながら改めて答え合わせができればなというふうに感じています。
はい、ということで長くなりましたが、今期のですねプラス J、 さまざまな商品がある中で僕自身が注目しているものをですねちょっとざっと解説をさせていただきました。他にもですね実物を見てこれも良かったなというものがどんどん出てきそうな気はするんですね。ちょっとそれが怖いところであって、総額でいくらになっちゃうのかなとですね今から恐ろしいなと思ってるんですね。今期はもうすでにユニクロ U と JW アンダーソンも買って、結構ですねユニクロに投資しまくっているのでかなりお財布事情としては辛いかなと思うんですが、メンズファッション系 YouTuber としてここは歯を食いしばってがっつりと購入をして当日にレビューをしたいなと思っています。結構ですね今年のシーズンの中でもこのプラス J は大注目なので、ぜひ皆さんもですねオンラインですとか店舗でチェックしていただきたいなと思っています。ということで今回はですね興奮してかなり長めの動画になってしまいましたが、皆さんと一緒に11月13日の発売日を楽しみに待ちたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください。